今回の動画は、の湯に行こう。伝説のたぬき湯です。Let's go to Noyu for this video. Legendary Raccoon Dog Hot Water. 青森市にあります。ファミリーマート、青森高田店から、たぬきの湯まで行けるように動画を編集しましたので、行こうと思っているあなたには最適です。先ほどのファミマから目的地付近までは距離約 12.4km、自動車で約17分と、そう遠くはありませんね。分岐は下湯ダム方面へ左折してください。直進すると青森空港です。案内看板があるので大丈夫ですね。この県道122号は、スカユ高田線と呼ばれています。どこまでも行くと、八甲田山方面のホテル城ヶ倉近くの国道103号に出ることができますが、下湯橋から先は、未舗装多いようだ。分岐は、左は、下湯ダム運動公園、右は、下湯ダム管理事務所。およそ700メートル先、目的地付近です。夕方じゃなければ散策するのにな。さあ出発だ、今日が昇る、希望の光両手につかみ。下湯橋からたぬきの湯が見えることは、元キャビンアテンダントの皆さんのブログで知っていました。下湯橋から覗いてみましょう。おお、すごいところにあるぞ。位置が分かったので、あやめ公園の駐車場へ。
一緒に来たお連れさんは、蛇が出そうだからってことで留守番してます。まあ、野湯はソロの方がいいべ。ここがあやめ公園。秋の訪問なので紅葉もちらほらです。これから一気に色づくんでしょうね。お、湯気が上がってる。お、いい感じ。滑って川に落ちないように気をつけましょう。マムシが出てきたら撃殺してやるぞ。お、タヌキの湯の一部が見えてるぞ。前編終了しました。次回後編では入浴しますが、あー暑い。次回ご期待ください。ご視聴誠にありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。Thank you for watching until the end.